こんにちは、市役所です。今回は2022春の東近江まち歩きの参加者募集について、東近江市観光協会の寺本千恵美さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず東近江まち歩きってどんな催しなんですか？はい、東近江まち歩きとは、地域をよく知る地元のガイドと一緒におすすめスポットを巡るツアーです。はい、ガイドには地域の歴史や自然、文化に詳しい人が多く、文献で調べるだけではわからない地域の魅力を体感することができます。毎回市内外を問わずたくさんのお申し込みがあり、リピーターも多く、人気のプログラムとなっております。はい、今回は春の街歩きということなんですが、どんなコースがあるんでしょうか？はい、今回は3月から5月にかけて実施する全9コースの中から一部を紹介します。はい、3月3日に五箇荘地域で開催される街歩きでは、商家に伝わるひな人形巡りに合わせて、各会場に展示されている歴史あるおひな様を楽しんだり、貝合わせをはじめとする平安時代の宮中で流行ったひな遊びを体感できます。うん、ひな祭りの日にぴったりな内容ですね。その他にはどんなコースがあるんでしょうか？はい、続いて4月に愛東で開催される町歩きでは、聖徳太子創建と伝わる100歳時繁栄を支えた5つの村の中から大萩村を回ります。はい、今も伝わる伝統行事や文化遺産をお楽しみください。うん、5月には能登川地域の伊庭町で、神輿はこうして断崖を上げるが実施されます。はい、伊庭の坂下し祭りといえば近江の記載として全国的に有名ですが、実はその前日に3基の神輿を衣笠山の三宝山神社まで上げるおこし上げ祭りという神事があります。坂下しのための神輿はどのようにして山へ上げられるのかを見ていただきながら、衣笠山の山頂まで登り、今の坂下し祭りに関連する三宝山神社や坊古神社、大浜神社を巡ります。はい、まだまだ魅力的なコースがあります。はい、能登川地域の乙女浜町で町歩きが開催されますが、古代から豊かな水に恵まれた乙女浜の地名の由来は、都を追われた惟高親王を止めたことから、王を止めた追う止めとなったとも言われています。乙女浜町の豊かな自然と深い歴史をお楽しみください。乙女浜町にそんな由来があるなんて全く知りませんでした。地域の歴史に触れることができるんですね。この他にも蒲生地域の大塚町に伝わる村の神、野神、山の神の3つの神様を巡るコースなど盛りだくさんです。うん、どのコースも興味のある方たくさんいらっしゃると思うんですが、申し込み方法はどうすればいいんでしょうか？東近江まち歩きのチラシ・裏面の申し込み書に必要事項を記入して、東近江市観光協会までファックスで申し込んでいただくか、観光協会のホームページにある東近江まち歩きの特設サイトからお早い目に申し込んでください。詳しい内容については東近江市観光協会までお問い合わせください。人数が限られているコースもあるということですので、お気をつけください。ぜひ皆さんも街歩きに参加されてみてはいかがでしょうか。今回は寺本さんに紹介していただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。